伏見優馬君対福岡県福間圭介君今野厚弘君の試合は2対1で岡田優生君伏見優馬君が勝ちました。続きまして4年生以下女子ダブルス試合番号32番、兵庫県古川めぐみさん高橋咲さん対福井県木村真理子さん中村美月さんの試合は2対1で古川めぐみさん